ウクライナ南部で2014年にロシアが軍事介入によって、一方的に不当に併合して実効支配しているクリミア半島西部にあるタルカン空と岬のロシア軍基地において、2023年8月23日に7回の爆発音があったことが報告されているね。ロシア軍がオデーサなどウクライナ南部の都市への攻撃に使用している地対艦地対地ミサイル K300P バスチオン P や、最新の防空ミサイルシステム S400 などのほか、低空及び超低空域の目標を検出して追尾しながら S300 や S400 などの防空ミサイルシステムに、目標データを提供する高性能レーダーである 48EA6KH ポットレット KH 低高度 S バンド監視レーダーが破壊されたとの情報があるぜ。うんうん。さて今回はウクライナ軍が改良型ネプチューンを用いてロシア軍の S400 を破壊した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭で述べた件について、マリウポリ市長の顧問であるアンドリュシチェンコ氏も、クリミア半島に配備されていたバスチオンが破壊されたとの情報を発信しているが、バスチオンについては攻撃を免れたとの情報もあって錯綜しているよ。また24日にはウクライナ国防省情報総局 GUR のユーソフ報道官が、GUR は海軍との協力によって、クリミア半島に対する特別作戦を実施したとして、GUR の特殊部隊がクリミア半島に上陸しロシア軍と交戦したことを明らかにしたほか、さらに25日にはクリミア南部のペレバリノエ村に駐屯するロシア軍の第126沿岸防衛旅団を攻撃したとも発表していて、ウクライナ軍のクリミア半島への攻撃がこのところ活発になっているんだ。これらのウクライナ軍の動きのうちミサイル攻撃に関しては、ウクライナ軍が運用保有しているミサイルの中で何が使用されたかが軍事専門家の間で議論の対象となっており、イギリスから供与されている空中発射型で射程 250km 以上とされる長距離巡航空対地ミサイルストームシャドウや、旧ソ連製の旧式対空ミサイルである S-200 の対地攻撃用に改修されたタイプではないかとする声が多かったね。S-200 は1960年代に開発された旧ソ連製の地対空ミサイルシステムで、ミサイル弾からだは重量8トンの 5V28 が使用されているぜ。この 5V28 ミサイルは弾からだが大きいために、様々な新しい装置の搭載が可能とされていて、そのスペースを利用して、ウクライナが対空攻撃用の目標捜索装置シーカーを、短距離弾道攻撃ミサイルグロムにフリムにで使用しているやや大型のシーカーに積み替えたのではないかと見られているな。5V28 にはシーカーを変更、あるいは追加が可能なスペースが十分にある上に、シーカーを追加してもさらに爆薬を数百キログラム単位で増量することも可能であるとされているだけでなく、その上で 400km 以上の射程距離を確保できるだけのロケット推進力を持っているとされていて、一説には射程距離は 600km との情報もあり、それが事実であるとするならば、ロシア国内のかなり奥深くまで攻撃することが可能な長射程の対地攻撃ミサイルとなるってわけだ。この 5V28 ミサイルの対地型のものはすでに実際に実戦で使用されていて、7月28日にウクライナの国境から 30km ほどのロシア南部ロストフ州タガンログにあるロシア空軍の基地が 5V28 による攻撃を受けているほか、その3週間前に国境から約 180km 以上離れたロシア南部ブリャンスク州にある工業地帯に対して 5V28 によるとみられる攻撃が実施されていたぜ。この 5V28 による攻撃に対してロシア側はこれまでに複数の 5V28 を撃墜したと主張しており、直近では8月12日にクリミア半島の上空で撃墜したと発表して、ロシア軍が十分に対応できているとしているのであるが、これらの主張を裏付けるような動画や画像は公開されておらず、その信憑性は疑わしいと見られているな。その理由としてこの 5V28 の飛行速度が最高マッハ4時速約 4900km に達することが挙げられていて、ロシア軍が運用している防空ミサイルシステム S300 や S400 では撃墜することが困難であると見られているためだ。しかしウクライナ海軍は、
クリミア半島西部のタルカンクート岬に配備されていたロシア空軍の地対空ミサイルシステム S-400 を爆破した攻撃には、同海軍が保有している地対艦ミサイルネプチューンを対地攻撃用に回収したものを使用したことを明らかにしたんだよね。このウクライナが独自に開発したネプチューンは、ロシアがウクライナに侵略を開始したばかりの4月13日黒海上において、ロシア海軍黒海艦隊の旗艦だったスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワの攻撃に使用されて見事に撃沈したよ。ウクライナ軍では先に挙げた地対空ミサイルシステム S-200 の他に、このネプチューンにも対地攻撃用のシーカーを開発して搭載していたとされているんだ。対艦ミサイルで船舶を攻撃する場合、水面が平らであるため反射されたレーダー信号を捉えやすく、目標とする船舶を攻撃するにはレーダーシーカーだけで十分であるが、これに対して地上の標的は建物や木々に起伏のある山岳地形に囲まれているなどレーダーシーカーだけではうまく誘導することができないよ。しかし、レーダー誘導ミサイルにさらに GPS による管制後方装置を搭載すれば、複雑な地形をミサイル自身が自律的に識別して自らを誘導することが可能となるってわけ。ただ、ネプチューンを開発したウクライナの基地設計局は先見の明があったのか、ネプチューンには開発当初から GPS が搭載されていたため対地攻撃型に回収するのは容易だったと見られ、ウクライナの当局者がオンラインメディアなどに、ネプチューンの回収が終わればネプチューンは約 360km 先の標的を攻撃できるようになると説明しており、さらに回収が完成する時期が完了するのはもう間もなくだと語っていたぜ。今回の攻撃によって、ネプチューンがロシア軍最新の防空ミサイルシステムである S-400 によって撃退されるどころか、逆に破壊したことでロシア軍に動揺を呼んでいることが推測されるな。GRU では今回の攻撃の成功はロシアの防空システムにとっては停滞打撃であり、クリミア半島における今後の展開に深刻な影響を与えるだろうと指摘したよ。飛来したネプチューンが何発だったのか、さらにはロシア軍が S-400 で何発のネプチューンを撃墜できたのか、あるいは全くできなかったのかは何も明らかにされていないんだけど、タルカンクート岬のロシア軍基地において複数回の爆発が発生し、S-400 と 48A6KH レーダーを破壊したことはほぼ確実と見られ、ウクライナ軍によるクリミア半島への攻撃がさらに激化していくことが予想されているってわけ。ウクライナ軍による反転攻勢が開始されてから2ヶ月半が経過したが、ウクライナ軍の反転攻勢作戦の目標は、現在ロシア軍に占領されているウクライナ南部のザポリージャ州において黒海につながるアゾフ海まで約 80km 前進して進出し、ロシア本土や東部ドンバス地方ルハンシク州及びドネツク州の新ロシア派武装勢力の支配地域と、ヘルソン州南部のロシア軍占領地域とクリミア半島を結ぶ補給路となっている陸の回廊を遮断することにあるとされているね。そしてその上でさらにヘルソン州南部とクリミア半島をつなぐ道路や鉄道の橋梁などの補給路にも攻撃を加えて通行不能とすることで、クリミアに展開しているロシア軍の補給を断ち切って兵糧攻めにして戦力を低下させ、最終的にはクリミア半島のロシア軍を降伏させて半島を奪還して解放することにあると見られ、それを裏付けるかのように、ウクライナのオレクシー・レズニコウ国防相は、戦わずしてクリミアを解放できれば、それが理想だと語っているぜ。だけどそのためには、クリミア半島におけるロシア軍の駐屯地を完全に封鎖状態に置くことが必要であり、さらに封鎖だけでなく榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースなどによる砲撃や、ミサイル及びドローンなどによる攻撃で弱体化させることでクリミア半島奪還が現実のものとなるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。